で、この次に、今見てきました、その多倍調整数の加算のアルゴリズムを記述することになりますので、ここでテキストの7ページにあります、そのアルゴリズムの記述の方法について、これから一連の説明をしていきます。まず、アルゴリズムとは何かということなんですが、日本語では算法とも呼ばれます。で、これは、ある入力、例えば式や値に対して、ある出力、式や値を出力するための計算手順、ステップのことを言います。で、ここでそのアルゴリズムの性質、もしくはそのアルゴリズムに求められる要件について紹介しておきます。これはクヌース先生による説明でして、で、まあ、このクヌース先生と聞いて、昨年計算研修を履修した人は思い出してほしいんですけれども、昨年の計算研修でTEFの使い方をやりました。で、その TEFをこう発明というか開発したのがこのクヌース先生です。で、このアルゴリズムの性質ですけれども、以下の性質要件を満たすべきであるというふうにされております。1点目は有限性。これはその有限解のステップで提出するというものです。で、2つ目の性質は厳密性。すべてのステップにおける動作が厳密に定められていると。で、これは例えばサイコロを振ったりとかですね、それから、確率によるような操作を排除して、で、すべてのステップがその何回実行しても同じように動作するということが定められているという意味です。で、3つ目の性質が入力。で、これはアルゴリズムは0個以上の入力値を持つということです。4つ目の性質は出力。アルゴリズムは1個以上の出力、その値を持つということです。ですので、アルゴリズムはその入力は、あったりなかったりしますけれども、何らかの出力をするという、要請があります。それから5つ目は有効性で、これはすべての演算が有限の長さで十分簡潔に行われると。例えば、その何もしないような意味のない繰り返しは、極力排除して、その意味のある計算を行うという要請です。次に、そのアルゴリズムの記述方法について説明します。アルゴリズムを記述する際には、いろいろな記述方法がありますけれども、この擬似コードと呼ばれるものが用いられることがしばしばあります。アルゴリズムはもちろん、特定のプログラミング言語で記述しても構わないわけですけれども、一般的な計算機科学を勉強する際には、いろいろな異なるプログラミング言語を学んだ人にもある程度共通の理解が得られるように、その各プログラミング言語からに、共通する要素を取り出したその擬似コードというものが使われる場合がよくあります。で、この授業では、テキストもそうですし、この授業の説明もですけれども、この擬似コードを使って、アルゴリズムを記述することにします。で、まず、その擬似コードを使ったアルゴリズムの記述なんですけれども、最初に見出しが来ます。アルゴリズムと書いて、括弧して、このアルゴリズムの名前などを書きます。で、次の行に、入力を定義します。で、さらにその下の行に、出力を定義します。で、その下からは、アルゴリズムの1番目のステップ、2番目のステップときまして、最後、n 番目のステップまでを箇条書きで記述します。このような形で、アルゴリズムを今後記述していくことにします。
それでは次にアルゴリズム特有の記法について説明します。まず最初に表しますのは変数です。で、これは数や式の値を保持するものでして、例としましては、ここにありますような P、Q、U、V、W のような形で、アルファベットもしくは、それらの並びで表します。で、次の記法は、代入です。で、これは、変数やに、数値や、式を代入する操作を表します。で、最初の例は、これ、U に0を代入するという代入操作ですけれども、記号としてはこの矢印の記号を使います。で、そして矢印の、根元の数値や式、ここでは0ですね。この0を矢印の先にある変数に代入しますという操作を意味します。で、次の例では、変数 v に多項式 px を代入するという操作を表します。3つ目の記法は論理式です。で、これは新日、新や義を返す式のことです。で、例を見てみましょう。最初の例は u イコール0と書かれています。で、この記述は通常の数学ですと、その変数 u に0を代入するという代入操作を表しますが、ここのアルゴリズムではそのような操作を表すものではない点に注意してください。代入操作は先ほど説明しましたように矢印の記号を使って表します。では、この u イコール0は何を表すかというと、その u が0と等しいかどうか、u の値ですね。u は変数もしくは論理式だ、変数もしくは数式の式の時に u が0に等しいかどうか、その新日を返す論理式として扱うわけです。次の例は、P&Q ですので、P かつ Q となっております。で、これは、P と Q が、それぞれ新日論理式であったときに、P かつ Q が真か偽かというのを返す論理式を表します。で、最後は Not W なんですけれども、これは W が、真日もしくは論理式のときに、その W の否定が、真か偽かというのを返す論理式を表します。で、最後の記法はリターンです。で、これは、アルゴリズムの値を介して、その時点でアルゴリズムを終了するという役割を持ちます。で、この例にありますリターン P という文ですけれども、ここではその変数 P の値を介して、そこでアルゴリズムを終了するということを意味します。なお、このリターンの頭文字の R は、状況に応じて、大文字で書いても小文字で書いても構わないことにします。で、このリターンで注意すべき点は、そのリターンを実行すると、その時点で、アルゴリズムを、終了するという点です。ですので、その下にですね、さらにアルゴリズムのステップがあったとしても、ひとたびリターンが実行されると、その時点でアルゴリズムが終了されるという点に注意してください。今後は以下のような記法がアルゴリズムの中で用いられます。では、これからアルゴリズムの制御構造を紹介していきます。制御構造には大きく分けて次の3種類があります。1つ目は逐次、2つ目は選択、3つ目は反復です。以下、それぞれの各種類の制御構造について詳しく説明していきます。最初に紹介しますのは逐次です。で、これは文字通り、その順番にアルゴリズムに書かれた指示を実行していくというものです。で、ここに文1、文2から文 n というふうにあります。
この逐次では、このアルゴリズムに書かれた指示分1、分2、分3というふうに上から順番に実行して最後分 n までを実行します。で、この各分は、この各分の行末にありますようにセミコロンで区切られていることに注意してください。次に紹介しますのは選択の制御構造で、これはIF 文とも呼ばれます。まず最初のブロックをご覧ください。IF α 全というふうに書かれています。で、ここでその α は論理式を使います。で、その IF α 全のブロックの下に、ベータと書かれては文もしくは文のブロックと書かれております。で、ここまでで行うことは、もし α が真ならば、ベータを実行しなさいということを表しています。で、図ではさらにそのベータと文のブロックの下に、else というブロックと、それからガンマという文のブロックが表示されています。で、この else とガンマのブロックですけれども、これは右側の説明にありますように、α が偽ならばガンマを実行しなさいという意味を持ちます。で、最後、else から始まるブロックの後にセミコロンがつきます。で、注意点は、この授業ではその else から始まるブロックはなくても構わないということにするという点です。ですので、α 論理式に対して少なくとも α が真であるときの動作を明確に指示しておくということができれば、まあ、この選択の if 文としては十分だということにします。次に反復の制御構造ですが、ここでは for 文というのを使います。書き方は、このスライドの左にあるようなブロックの通りです。for, α, do のブロックの下に、beta という文のブロックが続きます。で、おしまいは、セミコロンで文を閉じます。で、この α の書き方としては、特徴的な書き方がありますので注意してください。今、赤い線で囲ったように、ある変数が m.n の範囲に属するという、まあ、そういう条件をこの α で与えます。で、この今赤い線で囲った部分の意味なんですけれども、次の意味を持ちます。もし n が m 以上の場合には、今変数 i というのが与えられていますので、この i をm から1ずつ増やして n になるまでこの操作ベータを繰り返すということを指します。で、一方で、m が n 以上の場合には、i を m から1ずつ減らして n になるまでこのベータのブロックを繰り返すということを意味します。こういった形でその繰り返しを行うのがこの for 文の仕組みです。